はい、こんにち。割れた磁石。今回はまたマイクラがぶっ壊れました。シードどういうことかというと、Cracked Magnet さんが探し出したシード地の動画で、Watashi wa Minecraft wo kawashimashita, mata と供述されていたので、早速行ってみましょう。初期スポーンしたら、なんか、ので、慌てて向かおうとすると、No 砂漠の地下水に足を取られました。くれぐれも開幕ダッシュ時はお気をつけください。ってことで、なんでしょうか、これは。まるで、湖に開いた大きな穴から、水羊羹が生えているようです。何？実際には、幾重にも折り重ねられた耐水層の模様。近づくと、流れ落ちる滝が増えていますね。まるで水のカーテンがかけられているかのよう。水の隣でブロック更新したら、溢れ出てしまうのではないか？見ていると不安になったので、ブロックを設置してみるももう満体。バリアのごとく張っている水は、すべて、水流が溢れ出したもののようです。頂上の高さは、Y254。この耐水層が Y-54 まで続いています。ちょっとお邪魔してみます。光ボケことグローライ管を発見。耐水層の中に、入ったり、出たり、ラジバンダリ上から2段目に侵入。くらい。3段目からは飛ばして、降りていくと、海面の高さには、砂漠の村がありました。屋根から突き出しているのは、煙突、ただの仕様のようだ。羊の身に何が？一体どこから落ちてきたのか、謎です。あらよっと。第一村人発見、一挙前に就職していた。でも未熟者、まだまだだね。しかしこの村、油断すると、緩やかに、海へ引き込まれます。そんな岩水浸しです。でも人参の畑があったり、干し草の俵が置いてあったり、寝床もあるので、当面の生活には困らないでしょう。井戸から移動、海に潜ります。どっち？こっちか。穴を開けて降りると、滝が地底の溶岩湖まで流れ落ちています。Y-26 の溶岩層。黒曜石に足をつけると Y-54 でしょう。きっと、溶岩が神殿の柱のように見えて、ちょっと神秘的な感じがします。丸石の柱からの、ダイヤ。サバイバルでは水流を活かして、ああ、登ったりぼったり、掘ったり掘ったり、湖に植えたり。ラジバンダリ水中判定で少し時間かかりましたね。オッケー牧場。それでは、上がっていって、穴を外側から眺めます。それにしても、陥没穴というより、壺か何かの入れ物みたいなのが面白い。戦艦みたいでかっこいい。穴の外の、海底に、何やら白いものを発見。骨の化石っぽいですね、だいぶ。海底マイナス Y54。化石を確認。掘ってみたら、ダイヤは1個だけでした。現状回復して、上昇していると、水が、バグってますか？なんでしょう、これは。突撃。なんだこの空間は。まさかの通してクニック。よく見えるのはいいけど、呼吸は？ No。できない。外壁に1マスの穴が開いていたので、今度は真面目に、スイム。上手にできました。おっと、サバイバルだったら痛かったかも。あ、そうそう。この大穴には、まだ秘密があります。お宝が眠っています。それは埋められた宝。この大穴の近辺だけで、6個もあります。一番北西の座標が X-56 の Z8 で、南東は X-72 の Z72。座標0に近いのは、X8 の Z8 ですね。そこからそれぞれ64マスずつ離れてるっぽい。南山、ここらに密集しています。それではこの奇妙な地形の、周りも結構変わっているので見ていきましょう。
まずは川の中に荒廃したポータル、金輪を、そしてマングローブの湿地が使いと喜んでいると、早速変な浮島、ガチョーン、いやちょっと繋がってたかもしれない、こいつはぼっちで浮いてた。1マスで浮いてるブロックは多いです。それにバイオームにも恵まれています。十分な大きさのメサがありますし、ジャングルもあります。気合の入った亀裂に浮島と書く、このワールドは浮いてるブロックが多い気がします。ほら、あそこにも浮いてる、浮島群、アカシアの村が2つほど見えて、あれも浮いてる。なんと立派な浮島。アカシアの村の片方を見学。マングローブの湿地に隣接しているのはグッド。ふと目をやると、マングローブと泥に侵食されてる砂漠がいとおかし。それはそうと、アカシアの村にも泥が入り込んでいました。カエルが湧いてるし、熱帯の白いカエルですね。4匹固まってスポーンしたっぽい。食べないでー。右手に見えますのが摩天楼の蜃気楼。ぼやけた感じが超高層ビルみたいでいいですね。こうすると謎めいた絵になって、気になるサムネで釣ることができるかも。でも何が映ってるのかわからないのはあまり好きではないので、使う予定は未定です、とか言いながら、気が向いたらいつでも使いますけどね。そんなこんなで浮島群に到着。水流から登って橋を架けて、浮島と浮島を行き来したら楽しそう、とか思ったり思わなかったり。私は元ある地形を生かすのが好きなので、聖地反対、嘘です、心にもないです。仮に他者は聖地を応援しています。荒廃したポータルもありましたね。まだまだ出てくる浮島、浮島ックス、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、もう一つのアカシアの村の座標と眺め。続きましては、せっかく楽しそうなワールドなので、シードマップを確認してみます。初期スポーン地点がここで、超高層耐水層ビルがここ。座標は例の例と覚えておけば OK。 村はマングローブと合体していたアカシアの村はここ、もう一つのアカシアの村はここ。そしてこのマップ上にある村は、X584 の Z280 に砂漠の村、あと X872 の Z-152 にもあるようですね。古代都市は、X-296 の Z920 が一番近い模様。もう一都市、アカシアの村の近くにもあります。あと要塞は、X1540 の Z1044、もしくは、初期スポーン地点から東に行った。ここの砂漠の村の地下が一番近いと思います。X1944 の Z116 ですね。はい、では最後にちょっと、雲出してみたいと思います。雲を表示するとこんな感じですね。雲は Y192。雲が耐水層を貫通しているのがお分かりいただけるだろうか。はい、というわけで、雲を表示すると、高さをより感じることができて、描画がおかしくなるバグも楽しめる。ってことでした。それでは今回はここまで。バイバイ。アバよ。